ロシア一カ国の反対によりコンセンサスが成立しなかったことは極めて遺憾です。非常に残念に思っています。その上で岸田総理は反対したのがロシアのみだったことについて NPT を維持強化することが国際社会全体の利益であるとの認識を多くの国が共有していることの証左だと指摘し、核軍縮の議論は前進しているとの認識を示しました。そして次回の NPT 再検討会議が2026年に開かれることを紹介し、次回会合に向けた議論に積極的に貢献していきたい、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な取り組みを一歩ずつ粘り強く着実に進めていきたいと強調しました。今朝、神奈川県横浜市の住宅で60代の男女が血だらけの状態で見つかり、その後死亡が確認されました。警察によりますと、今日午前4時過ぎ、横浜市西区藤棚町で1階で物音がして目が覚めたと住人の女性から通報がありました。警察官が駆けつけると、通報した女性の両親の萩原隆さんと則子さんが血だらけの状態で倒れているのが見つかり、病院へ搬送後死亡が確認されました。2人は刃物